皆さんこんにちは、ワナレグルビッシュです。今回はゲルンの野望ジオン独立戦争機ジオン軍編難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。前回はベルファスト基地の攻略を行いました。このベルファストではモビルスーツの数もそして質も、十分に揃えられず大苦戦をしてしまったんですが、その分宇宙での戦いに備えた高機動型ザクの量産は順調に進んでます。で、今回はですね、連邦の一大反攻作戦であったソロモン攻略戦、これを防いだんで、続いて星1号作戦を発動してきています。で、これはグラナダに艦隊を送ってくる作戦になりますので、現在ですね、グラナダに戦力を用意してあります。グラナダにはコンスコン。ここはですね、ガトー、ケリー、カリウスという、優秀なパイロットに加えて、キシリアも入れてますね。ここには、黒い三連星、ジョニー・ライデン。このあたりに、専用の高機動型ザクを、配備済みという状況なので、かなりね、戦力としては充実しているかなというふうに思います。今ご覧いただいているのが、ジョニー・ライデン専用ザクですね。しっかり、ジョニー・ライデンや3年生が活躍してくれれば、星1号作戦も撃退できるかなというふうに思います。で、続いて、開発の状況なんですが、現在ですね、宇宙専用のドーム、いわゆるリックドームですね。宇宙での戦いに備えたリックドームの開発に入っています。続いて、生産の体制なんですけども、まずですね、宇宙での戦いに備えた高機動型ザク、これの量産はすでに進んでいます。で、この後、先ほどお話したリックドームの生産に、開発が終わり次第入っていきたいと思うんですけども、その頃には、ルナ2の攻略戦がもしかしたら始まってるかもしれないかなと思います。地上戦、唯一連邦が残っている拠点、ジャブローの攻略に備えてはですね、やっぱり使い勝手のいいズゴック、これの生産が、まず数は揃ってないんですけども、始まっています。同じくドームですね、これもまだ量産体制とまでは言っていないんですが、少数生産が始まってますので、これらをね、量産体制に持っていければ、ジャブロー攻略も、容易になるかなというふうに思います。では、時間を進めていきましょう。グランダに敵部隊が侵入してきました。早速、作戦の指示を連邦艦隊がグランダダに、侵入してきましたね。ここはご紹介してあるコンスポンとキシリアの部隊を使っていきましょう。シンクの稲妻、ジョニー・ライデン。あとは、エース。これも投入します。十分撃退できる戦力は用意してあるかなと思いますね。数こそ、キシリアとコンスコンの2つの軍だけですけども、中身がですね、高機動型ザクで統一してあるので、この時点においては、連邦を圧倒できる戦力になってるかなと思います。あとは、グラナダの防衛力もだいぶ高めておいたので、防衛ユニットもね、かなり配置されている、ご覧のような状態ですね。なので、まずは、自動で動く、防衛ユニットが前線を受け持ってもらって、後方から一気に連邦艦隊を叩くと。こういう作戦でいきたいと思います。連邦艦隊は右下から入っていってますね。これはそのまま正面で、受け負いたいと思います。早速、グラナダの防衛ユニット部隊が、敵と先端を開いてます。この後もレナ2攻略戦を控えているので、できるだけね、キシリアとコンスコンの部隊への損害というのは、抑えておきたいなと思うので、ご覧いただいていると、前線をね、受け負ってもらっているという状態です。では、グラナダの防衛部隊がだいぶ、損耗してきましたので、こちらも、いよいよ持って出撃していきましょう。確実に、ダメージ少なく、敵を打ち減らしていきたいので、
まあ、効率よくね、戦っていければいいかなと思います。で、レベル将軍がここにいました。レベル将軍を先に仕留めておきたいので、レベル将軍に集中攻撃をちょっとね、仕掛けて、いければいいかなと思います。ここでレベル将軍を撃滅することができれば、かなり大きなね、戦果ということになると思うので、レベル将軍を集中的に優先的に攻撃していきましょう。さあ、レベル将軍。ここで、レベル将軍を撃破できれば、残りの部隊はまさに、烏合の衆というところに持ってきましたね。レベル将軍。座上官、マゼラ、激震ですね。穴抜けなんですかね、これ実際にはね。マッシュさん。はい、攻撃型ザク1ユニットを失っただけで、このグラナダの防衛戦完了しました。ではこの後はですね、いよいよルナ2の攻略、これの準備をしながら、一方ではジャブルを攻略のためのズゴックとドムの量産ですね、これを行っていきたいと思います。そしてララーの調整完了ですね。まあ、ララーも、この後実戦に出てもらえるかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。